曲がれ。スプーンは、上田誠の儀曲。冬のユリンゲラーと題して、劇団ヨーロッパ企画により2000年12月に初演。二度の再演を経て、2009年12月に曲がれ。スプーンと改題して、改訂再演され、同年10月23日に、早川書房より観光の同盟儀曲集に収録された。町れの喫茶店、カフェド、念力を舞台に、 日頃隠している超能力を仲間同士で披露するため、クリスマスイブに密かに集ったエスパーたちが予期せず、紛れ込んだ部外者に秘密を守ろうと悪戦苦闘する姿を描いたシチュエーションコメディ、およびそれをもとに制作された映画である、富士テレビのシーンやドラマ、劇団演技者、にて第12回公演作、冬のユリギラーとしてテレビドラマ化され、 2005年8月10日から8月31日まで放送された全4話曲がれスプーンは踊る大捜査線シリーズで知られる本校勝つゆき監督による日本映画主演は長沢まさみ原作脚本は劇団ヨーロッパ企画の上田誠同劇団による舞台作品冬のゆりラーを元にしている 2009年11月21日公開、超常現象バラエティ、アスナロサイキックの AD、桜井舞は、日々の業務に追われながらも、前向きに頑張っていた。そんなある日、視聴者からの情報を頼りに、超常現象やエスパーを探す、番組企画の担当を任されることになった米は、勢いようと、日本全国を旅して回るが、どの情報も、インチキばかり、落ち込む米が、 最後の取材場所として向かった先はカフェで年利という喫茶店。そこでは毎年クリスマスイブになると本物のエスパーたちが集い普段隠していた超能力を存分に披露するクリスマスパーティーが開かれていた。だがエスパーたちにとって平穏を生み出すマスコミは天敵。そのマスコミの米が突然来店してきたものだから彼らは大慌て。実はパーティーの最中 今までパーティーを楽しんでいたエスパーたちの中に偽物が紛れ込んでしまったことが判明していたのだ。畳みかけるようにさらなるトラブルも発生。果たしてエスパーたちは自分たちの超能力を知られず米を汽車させることができるのかそして米は本物のエスパーを取ってスクープにすることはキャスト、桜井米、長沢まさみ、先輩 AD、石田豪太、 原骨少女、西村直子、警備員、魔法使いアキットスタッフ脚本、監督、上田誠冬のユリゲラーに関するカテゴリー。ありがとうございます。